さあ今日は白猫プロジェクトやっていきましょう。やばいやばいですよ。なんかね、あれだけ白猫プロジェクト必死にやってたのに、ラグナロクマスターズが出てから何の興味も持たなくなったって。ログインすらしてなかった時があったんですわ。まさかのね、デイリーをやってないってね、マジかよ俺って思って。 KOF オールスターもやってなかった。全く、あんだけ必死にやってたのに。やばいな、こんなに人の心って一瞬でコロッと変わるんだな。そら、まあ、しないけど、例えば浮気とか不倫とかそういうのも怖いな。人の心って急にコロッと、こんなにコロッて変わるんだなって。今まで普通に当たり前のようにしてたことがコロッと変わって、一瞬で存在そのものを忘れているっていう、ね、怖い世界だなって。怖い世界じゃない、なんだろう、脳って怖いなって思ったな。ちょっと気をつけないとな、本当に。全くね、なんとかなんとか33連分は溜まってるけど、本当なら、なんだろう、55ぐらいは溜まってたはず、いくらなんでも。そんな、やばい状態でしたわ。だってこれやってないもんな、全然。これどこまで行ったんだ？うわ、全然やってない。うわ、まだ2話見て3話。後で見ようって思ってたら始まって、そっからやってない。やらないとな。もったいね。変わります。で、今回の新規、そうだ、お知らせ見ないと。今回はキングスクラウン3ですよと。頑張る。まあ正直ね。正直ね。正直、任せろ。正直ねって感じで。キアラはね、楽しんで使ってて、今まで2キャラ出てるけど楽しかったんでいいんだけど、他はね、ちょっとね、なんでこんな人たち選ばれたんって感じなんだ、俺の中でね。よくわからん。何がそんなに頑張る良かったんだろうと。お、さすがに110連ではないか。あ、3人だからないのか。全然ないな。まあね、もう俺はドッカンテーブルに入ってるんで、33連じゃ絶対に当たらない。33連絶対当たらないの分かってるんで、もし33連で当たったら頑張るわ。まあ当たらないことは確定してるんでね。ドッカンドッカンいくよ。ドッカンテーブルも頑張る。あの、あれですわ、2000ジュエル当たってから、これはドッカンテーブル行きになったので、やりましょうか。とりあえず、21年。まあ、ここで謎ロードが来るでしょう。謎ロードが来てからの、誰一人当たらないっていうね。まあ、いつものパティーンですよ。ほら、やっぱり謎ロードが来てた。今回ね、もう、9800円パックも買わない。あれだよ、クリスマスフランが強化されるんだったらちょっとやるかな。あの、新規開放してるキャラ毎日とか言ってたもんな。どうなんだろう、どこまで行くんだ。多分4スターはないでしょ。スタールーン多いな。でもスタールーンの誰かが謎ロードだったんだな、きっと。まあ、もう分かったことだけど、分かりきってたことだけど、こんな感じでね、ドッカンテーブルに入ってるんで、当たらないことは確定してるんで、いいのだけれど、なんだろうな、悲しいよね。じゃあ次、22年目、じゃあ謎ロード来るでしょ。あ、ロード長かったな、当たってしまった。キアラだったらここで撤退しよう。カルガだったらスマホを投げつけよう。エレンハだったら、あの、無表情で眺めとこう。そんな感じ。ね、本当ガルガの良さがわからないんだよ。何が良かったっていう。いや別にディスりまくりたいわけじゃないんだけど、
った感じのキアラです。面倒見てあげる。なんだろう、なんだろう、ドッカンテーブル、あれ、ドッカン、ドッカンテーブルはどこ行ったんだ。やっぱり白猫テニスじゃないって。なんだよ白猫テニスって。最近白猫テニスやってないからね。やっぱり白猫プロジェクトは神ゲーですわ。白猫プロジェクトはドッカンテーブルなんてそんなもんないんだよ。ただで、ただでこんなね可愛いキャラ2体をもらえる。22連でやっぱり白猫プロジェクトは神ゲーです。コロプラは神ゲーです。これからも いつまでもどこまでもコロプラの犬でありたいと再認識する香川であった。やっぱり白猫プロジェクトは最高だぜ。変わります。びっくりだわ。まさかまさか可愛い子2人が当たると。そしていらない子は当たらないというね。この紙引きを前回ぶち切れてドッカンテーブルだって言ってたから。しかしなんで俺テニスが今出たんだ。テニスなんてもう最ここ最近口に出してないのにな。なんでテニスが出た。あ、そうか、ちょっと知り合いとテニスの話をしてたからそれで言ったんかもしれない。なんかこいつは持ってるしね。ほんと泣きの10連追加したら当たったってね。泣きの10連で追加されました。まさかの、どこだ、どこ行った。ここが、ここ2人出ましたわ。光ある未来のために頑張ります。これって誰だったっけ。エレノアか。エレノアが出てこない。ペッとし、変わります。ペッとし、頑張る。なんか強くなった感じのキアラです。強くなったの。でも弱そうなんだけど。ハンマーってもう最近全然使ってないからな。ハンマー強いの。ハンマー遅かったイメージしかないんだけど。なんだ、回避ぐるぐるが昔は SP 貯めれるって思ってたんだけど、最近だと遅い、全然貯まらんっていう。なんか頭ハゲてなかった。どうすんの、どうすんの。なんか頭ハゲて、そういう髪型なんだな、きっと。なんかハゲに見えるな。坊主がなんかカツダかぶってるように見えるけど、気のせいだな、これきっと。いや本当に白猫プロジェクトは神ゲーですよ。これからも白猫プロジェクトやっていくぜと言いながら次のガチャでこれやるの忘れてたとか言ってそう。じゃあ今からラグナロクに行ってきます。おつー。